Google 翻訳の力ってすごいなっていうふうにね思ったエピソードがあるんですよね。で何かっていうとさ、あの私がかつて書いた本の中にこれからのエリック・ホッファーのためにっていう、まあ、本があってですね、この主役みたいな人、まあ、在野研究者で沖中氏の哲学者っていうふうに呼ばれていて、まあ、一応大学には属さずに独学でなんかいろいろ書いていったっていう人なんですけども、アメリカの人ね。この人の代表作に大衆運動っていう本があるんですね。でこれは東西の大衆運動を分析してそれに共通する原動力を分析しましたみたいな、そんな感じの本なんですけど、これが新訳になったことがあるんですよ。つい最近だと思います。去年か一昨年か、まあそんぐらいだと思うんですけど、書評の依頼が来たんですね。これに対してなんか書評を書いてくださいっていう依頼が来て、じゃあエリック・ホッファーとも縁がある人間だしいいかなと思って引き受けたんですけども、次の日に気づいたんですけども、エリック・ホッファーには大きな問題があるっていうことに遅ればせながら気づいたんですよね。つまりどういうことかっていうと、エリック・ホッファーの生まれ年1902年っていうふうに生まれてるんですけど、これって小林秀夫と同じっていうふうに言われてるんですよ。横着してんな。まあ近代の批評の、まあ、スターみたいな人がいるわけですけども、その人と同じでなんかシンクロニシティってすごいよねみたいなことを言われることがあるんですよね。ただいろんな文献を見てみると、実はそれって嘘だったのではないかっていう疑念があるんですよ。で日本の文献だけ読んでると、ホッファーと小林秀夫は同じだったっていう話しか出てこないんだけど、ただ英文のいろんな文献を読んでると、どうやらそれは違うようであるっていうようなことを私ずっと知ってたんだよね。ずっと知っていながら、これのなんか確証みたいなものが全く取れずに、なんかそういうふうに言われてるらしいってことだけを、まあ、知っていて、にもかかわらずなんか書評の依頼を受けてしまったから、どうしたもんかなっていうふうに、まあ、思ったんだよね。でそれで何やったかというと、最近の、まあ、特に評判が高いホッファーに関する研究書、まあ、英文なんだけど、英文を、まあ、買ってきて、それを1から10までさ読むっていうのもなんかめんどくせえなっていうふうに思ったから、まあ、とりあえず Google の翻訳にさぶち込んでさ、その筋を追うっていう作業をしていったんだよね。いうような読み方だと、なんだろうな、多くのことを読み逃していくわけですけども、ただホッファーの誕生日が果たして一般に言われているものであるのかどうかっていうような情報を考えるときにはそれなりに有用なんですよね。結論としてはやっぱりね、ホッファーは02年じゃないんだよ。02年じゃなかったんだよ、実は。つまり研究所が言うところによると、ホッファーは当時若作りをしたいっていう謎の欲望があって、でインタビュアーとかに、いや02年生まれだよとかいうふうに言ってたんだけど、でも実はもっと年を取ってるらしいんだよねっていう文章を探し出してですね、書評の末尾には実はなんか一緒っていうふうに言われてるけど実は違うらしいですよっていうような注意をかけたっていう、そういう思い出があるんですけども、 Google 翻訳みたいなものであらゆるその英文にアクセスできる、あらゆる英文を咀嚼できるっていうふうに考えるのはおそらくは非常に、まあ、傲慢な、まあ、ことだろうなっていうふうには思うんだけども、こういうある事実があってそれに対してちょっと疑問があるよ、それって本当なのかどうかよくわかんないよっていうものを調べていくときに、ある程度 のスピードっていうものはどうしたって必要で、それで使う分にはかなり有用な手段だなっていうことを、なんかホッファーの書評を書く中で私なんか思いましたね。はい、皆さんの先生方かなっていうか私は分かんないですけど、まあ賢く使ったらいいんじゃないのっていうふうには私なんか思うんですよね。